ストクの衛星画像中央にある細長い湾が、金閣湾ウラジオストク軍港に入るロシアの装甲巡洋艦。左は流陸、右はグロモボーイ金閣湾は、ロシア沿海地方の最大都市であるウラジオストクにある入り江。日本海北西部のピョートル大帝湾に突き出した村ビオフアムール半島の先端に角状に細長く切れ込んでいる。金閣湾は、 東のゴルドビナ岬と西のチグローブイ岬の間にあり、北西はシュコタ半島に囲まれている。湾の長さは7トル、幅は2トルで、水深は2 0ルから2 7ル。湾の両側は丘陵に囲まれ、海岸線には、塔や造船所が、丘の上には、住宅地が、びっしりと続き、 最央部の丘の上に、ウラジオストク市街中心部がある。波から守られた天然の良好であるが、ウラジオストク市街は湾を挟んで二分されているため、交通の便が悪い状態が続いていた。そこで湾を横断する橋の建設が計画され、2012年8月に黄金橋が開通した。19世紀後半、愛群条約と北京条約が結ばれるまでは、真の領土であり、 この湾はイリコと呼ばれていた。最初にこの湾に入ったヨーロッパの船は1852年に闘病したフランスの捕鯨船だと考えられている。クリミア戦争の時期にはバシーリー・ザボイコを率いるロシア帝国海軍艦隊を捜索中のイギリス海軍の艦船ウィンチェスターが湾内に入りポート名と名付けている。1859年には ニコライム・ムラビオフ・アムールが外目から守られた、この地に、軍港ウラジオストクを築いたが、コンスタンティノープルの金閣湾に、形が似ていることから、この湾にロシア語で、金閣湾を意味する名称を与えた。湾の南にある、ムラビオフ半島とルースキー島の間の海峡は、同じく、コンスタンティノープルのボスポラス海峡にちなんで、東ボスポラス海峡と名付けられた。 金閣湾沿岸に連なる、港湾施設金閣湾は、風や波からよく守られている。秋から冬にかけては、北から北西の強風が吹き、寒冷で乾燥した気候になる。夏には、南から南東の弱い風が吹き、雨や霧が多くなる。湾内では4月から8月にかけて、特に6月と7月に霧が観測される。 特に西の薄利湾から吹く南東の風で霧が運ばれてくる。金閣湾の両側はすべて主街地と港湾に使われており、自然海岸は残されていない。海面には湯膜やゴミが浮かぶなど汚染は激しい。ありがとうございます。